クセモノ出会え出会え、ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないなみっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみーや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホぬかぜ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、真島五郎かけや。楽しみや。私の番ですね。なめないでくれる。全力で。よし。俺の番だな。絶対負けない。ぶちかますぜ。やってみよう。どうするかね。なめんなよ。してみろ。なめんな。私が相手です。とっておき。かかってきなさい。なめないでくれ。やんのか。よっしゃ行くぜ。私の番です。ほら来いよ。こいつでどうだ。俺の番か。行くぞ。なめんなよ。痛い目に遭う。やってみろ。せーくれ。ぶっ飛ばしてやる。
捨て置きだ。命を大事に。最低だ。ありがとうございます。サンキュー。しんどいな。ほら、こういうのは。せいや。そろそろいいか。チッ、眼帯の音。おい、みんな二人で。私の番です。なめんなよ。全力で。私の番です。かかってきなさい。やってみろ。してみろ。はい。ありがとうございます。よし、行くぞ。痛い目に遭わせますよ。こいつを使え。私が相手で。回復ですね。
ちょっとしんどいな。見せてやるよ。みんな、やめろ。回復だ。ありがとうございます。やってみろ。
しましてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。